近鉄南大阪線がいい意味でイカれ狂った路線であることは、これまで複数の動画でご紹介してきました。今日の動画はその総括といいましょうか、実践編といいましょうか。近鉄南大阪線がヤバいのは分かったから、具体的にヤバい例を示せという問題を出された時にぴったりの電車をご紹介するとともに、実際に途中まで乗車してみたいと思います。平日朝ラッシュの真っ只中、7時40分にその電車は阿倍野橋に現れます。5番乗り場に7時47分発富田林行き準急が80分で参ります。危険ですから黄色の展示ブロックまで。本日乗車してみる電車はこちら。平日朝7時47分発の富田林行き準急、富田林行きの準急です。7時40分に到着する阿倍野橋行き準急の折り返し電車となっています。この電車のダイヤを一言で言うと例外のオンパレード、この一言につきます。まずこの電車は8両編成の富田林行き準急として阿倍野橋駅を出発しますが、前4両が富田林行き準急、後ろ4両は古市で切り離されてしまいます。ここで終わらないのが近鉄。切り離された後ろ4両は古市から橿原神宮前行き各駅停車に変わり、引き続き運転を行います。ここまでだったらよくある化け運転ですが、問題はここから。後ろ4両が橿原神宮前に到着すると再度切り離し作業を行い、前2両は橿原神宮前止まりの車両に、後ろ2両は吉野行きのワンマン各駅停車になって吉野まで行きます。つまりこの電車、前4両だけが富田林行き準急、中ほど2両は橿原神宮前行き、後ろ2両は吉野行きという実質的な3階建て列車になっているんですね。マトリョーシカみたいな運転を行い、2回も化けを行うという、およそ常人が思いつかないようなダイヤを組まれているというわけです。これこそが南大阪線の神髄です。やったです。それではこのマトリョーシカ電車に早速乗車してみたいと思います。お目当ての電車がやってきましたが、その編成をよく見てみてください。この電車何か変ではありませんでしたか？まず先頭車、当然運転台付きの車両です。その後ろに続くのは先頭車、先頭車同士が連結されています。この連結が1箇所2箇所、そしておっと、これはこれは最近運転を開始したばかりの更新車ではありませんか。 LED の行き先表示が映えますね。で、先頭車同士の連結がもう一つ。中間車両は、まず変なポイント1つ目がこちらです。8両編成なのに2両編成を4本つなぎ、なんと全車両が運転台付きの先頭車、中間車両ゼロという正気の沙汰と思えない編成の組み方をしています。ただこれ近鉄では割と日常茶飯事なので、近鉄ファンの方ならこの程度で驚かないかもしれません。むしろ近鉄ファンなら驚くべきはここ、更新車同士が連結しているところですね。更新車では近鉄で初めて先頭車両にも転落防止柵が取り付けられました。まだ更新車の数が少ないため、更新車同士が連結されて両側に転落防止柵が設けられている姿は結構珍しいです。まるでどこぞのレッドウィングみたいな見た目ですね。7時47分、3番乗り場に止まっている急行を横目に阿倍野橋を出発します。やた鉄。遠近分離がダイヤに色濃く残る南大阪線では、準急が下手な急行より早くなっています。次の停車駅は11個先の河内松原駅です。ここで河内松原までの道のりを早送り再生しつつ、行き交う電車を数えてみましょう。平日朝の南大阪線は
阿部の橋に向かって集中する通勤客を裁くべく、伏線の限界に挑むような本数で電車を頻発運転するため、えげつい本数の電車とすれ違います。まず始発駅を出てから次のこぼれ口駅に着くまでの間に準急と行き違います。話は変わりますが、こぼれ口って何気に難読駅名のはずなのに全然知名度ないですよね。花店とか重曹はもうこすられすぎていますので、次の難読駅名クイズにはこぼれ口なんかどうですか。こぼれ口を出てからのカーブの先では、今川で準急に追い越されたのであろう各駅停車。日中のパターンダイヤでは各駅停車は必ず今川駅で準急の通過待ちをするようになっています。ラッシュ時間帯にも高確率で通過待ちを行うので、確定利用者のストレスを漏れなく増やしてくれます。ところが現在乗車しているこの準急は今川では各駅停車を追い越しません。つまりパターンダイヤのパターンとは外れた時間に走っているわけですね。今川の次、針中野まではすれ違いなく平和に進みますが、針中野の先のカーブでまた準急とすれ違います。その後に見えてくるのは我らが心の最寄り駅、八田駅です。大阪市内にあるのに、いつまで経っても白線の内側と流す旧式の放送が残されているという珍しい駅です。もはや忖度を疑うレベルで放送案内が更新される気配を感じられません。大和川を渡り、電車は大阪市から松原市に入ります。一つ目の駅、河内山見駅で急行とすれ違います。8両編成なのに2両、2両、4両をつないでおり、しかもシリーズ21も根結しているというなかなか癖が強い編成での運転です。対向各駅停車とすれ違うついでに、ようやく各駅停車を追い越しました。布施駅の先には制限50キロの超急カーブが待ち構えているため、大きく減速します。対向の各駅停車もゆっくりこちらに向かってきますね。というか各駅停車の間隔も詰まりすぎでは。高見の里を越えてから次の河内松原駅に入る様子に注目です。場内信号がおかしいですね。対比線に入るようになっています。そう、実はこの準急、河内松原駅で急行に追い越されるという極めて珍しい準急なんです。南大阪線の準急は通常阿部の橋、古市間では急行に追い越されずに逃げ切ります。ところがラッシュ時間帯の一部列車に限り、ここ河内松原かその次の停車駅である藤井寺で急行に追い越されます。スタッフにも松原1号線入駅注意という注意書きがついています。ここでも対向準急とすれ違い、結果準急3本、各駅停車3本、急行1本、合計7本とすれ違いました。やはり遠近分離を徹底するという縛りプレーのもと、伏線で運転できる本数の限界に挑んでいる感じがします。それでは河内松原駅1号線に入線、阿部の橋駅で横にいた急行に追い越されて先へ進みます。河内松原駅発車。江賀の庄を出たあたりで先週のダイヤ変更でなくなってしまった桜ライナーの10連運転とすれ違いました。桜ライナーのみで構成される8両編成は平日朝1本だけしか見られない珍しい運転でした。詳細はこちらの動画でどうぞ。次の停車駅、藤井寺が見えてきました。この駅から先では恥の里、道明寺、古市の順に各駅に停まります。切り離し関係で熱いのはやはり最初の切り離しが行われる古市到着前のアナウンスです。ということで道明寺発車後までスキップしますね。道明寺を出まして次は古市です。次の古市では切り離し作業を行います。前の4両は引き続き富田林行き準急、後ろ4両は当駅から橿原神宮前行き各駅停車となります。それでは案内放送をお聞きください。次は古市です。5線橿原神宮前
次の古市で後ろ4両を切り離します。岸から先へお越しのお客様は前の4両にご乗車ください。なお切り離しました後ろ4両は次の古市から橿原神宮前駅各駅停車に変わります。前の4両が河内長失礼いたしました富田林駅準急に後ろ4両は橿原神宮前駅各駅停車に変わります。お乗り間違いのないようご注意ください。古市から後ろ4両が化け運転を行うことが案内されましたね。古市で切り離すことの案内は自動放送には用意されていないため、すべて肉声放送で行うことになっています。それゆえ自動放送を流さない車掌さんが多いのですが、今回の車掌さんは結構自動放送を重視されていた方だったらしく、自駅の案内と乗り換えに関する定型文の部分はタブレット放送で流してらっしゃいました。古市に到着、ここで一旦ホームに降りてみます。ホームの発車表では前側4両の行き先が表示されていると同時に、スクロール表示にて後部編成は切り離し橿原神宮前行きになることが案内されています。ホーム中ほどでは切り離し作業の真っ最中です。まず前4両と後ろ4両の連動制御を切って、後ろ4両のみ扉を閉めます。その後若干交代して早めに切り離しを済ませてしまいます。先に切り離しを済ませておくことで富田林行きはスムーズに出発できるようになります。8時15分、富田林行きの出発時刻となりました。前4両は扉を閉めて富田林に向けて出発します。富田林行きがホームを出たその瞬間、なんと出発まであと3分あるはずの後ろ4両が動き出したではありませんか。乗り遅れると思った皆さん、ご安心ください。再度停車し、扉を開けました。こちら南大阪線名物の2段停車です。南大阪線では切り離しを行う列車において、切り離された車両が営業列車に化ける場合、切り離した前側編成がホームを出た後にその両数の電車の所定停車位置まで移動します。こうすることで切り離した位置から出発信号機が見えない場合に中継信号を別に設ける手間が省けるほか、まるで切り離しなぞなかったような顔で停車できるので都合がいいようです。それでは再度扉を開けてくれた富田林行き準急改め橿原神宮前行き各駅停車で橿原神宮前を目指します。次は尺度です。古市橿原神宮前間で唯一待避設備を持つ尺度駅では、後から来る吉野駅特急に追い越されます。その車種にご注目ください。この特急どこかで見覚えありませんか。実はこちら阿部野橋駅発車の際、引き上げ線にいた特急です。こちらの特急は8時10分に阿部野橋を出た後、ノンストップでこの駅まで走ってきます。
この電車が阿部野橋を出たのが7時47分ですので、30分も巻き返されたことになります。さすがノンストップで走る電車は早いですね。ちなみにこちらの特急、なんと2両編成での運転です。南大阪線では急行が特急に追い越されず終点まで逃げ切るというダイヤの都合上、特急の利用者が著しく少ないため、2両編成で運転することがかなり多いです。近鉄特急が特急としての威厳を全く発揮できない路線、それが南大阪線なのです。南大阪線のダイヤについて詳しくはこちらの動画をご視聴ください。特急が発車した後、各駅停車も釈戸駅を発車します。次は橿原神宮前です。橿原神宮前では前の2両を切り離し、後ろの2両が引き続き吉野までワンマン各駅停車として運転します。古市駅を境に利用者数が大きく変化する南大阪線では切り離しが日常茶飯事であり、特に通勤通学時間帯には終点まで切り離しなく運転する電車の方がむしろ少ないんじゃないかと思うくらいです。ところがこの電車の切り離しはちょっとだけ事情が異なります。南大阪線で行われる切り離しでは普通前側車両が営業運転を行い、後ろ側車両が回送となります。ところがこの電車は前側の車両が回送となり、後ろ側の車両が営業列車となる極めて珍しい切り離しを行います。このため一つ前の橿原神宮西口を出ると、引き続き吉野行きに化けて運転することと、吉野へは後ろ側車両に移るよう化け運転と切り離しに関する案内が繰り返し行われます。これも自動放送では用意されていないので、当然肉声放送です。次は橿原神宮前、橿原神宮前です。4両編成ですが、次の橿原神宮前から後ろ2両、後ろ2両、吉野行き各駅電車、吉野行き各駅電車に変わります。橿原神宮前、橿原神宮前です。この駅から後ろ2両、後ろ2両、吉野駅各駅電車4両編成ですが、この駅から後ろ2両、吉野駅各駅電車に変わります。これだけ何度も案内していても聞いていない人がいるのですから、車掌って大変な仕事ですね。橿原神宮前駅では4番乗り場に入線します。さてここで発車表にご注目ください。乗車位置を見てみますと、2番と3番が乗車位置となっていますが、実はこれ半分嘘をついています。橿原神宮前駅4番5番乗り場では3両編成以上の電車の停車位置と2両編成の停車位置が1両分ずれています。2両編成は吉野方1両分を残して2番3番の乗車位置に止まります。3両編成以上の場合は先頭車両が1番の乗車位置に来るように停車します。でこの電車は確かに2両編成の吉野行きとして出発しますが、当駅には4両編成で到着するため4両編成の停車目標に合わせて停車することになります。先頭車が乗車位置1番、2両目が乗車位置2番、3両目が3番、4両目が4番の位置に停車するわけです。で前2両は回送、後ろ2両が吉野行きになるので、吉野行きの乗車位置は正しくは3番と4番になります。2番の乗車位置に止まるのは切り離して回送になる車両なので、こんなところに並んでも乗れません。ここだけ聞くと完全に誤った案内を行っているように聞こえますよね。でもちょっと待ってください。前側車両を切り離してからの電車の動きを見てみましょう。まずは切り離し作業を行います。後ろ2両吉野行きになる車両の扉を閉めます。貫通路を取り外したら後ろ2両がわずかに後退し、ドアを開けて客扱いを再開します。数分後前2両の降車確認が済みますと、前2両は回送電車として先に出発します。その後吉野行きとなる車両はというと、古市駅でお話ししたルール覚えていますよね。その両数の所定停車位置にいない場合、
前側編成が発車した後に所定停車位置に移動して出発を待つ。ここでもそのルールが適用されるので、前2両が出発した後は2両の停車位置に移動します。この後は確かに2番と3番の乗車位置から乗れるようになるのです。そんな当列車のスタッフは大変なことになっています。古市での開放作業を担当からスタートし、尺度で特急の退避、橿原神宮前で再度切り離しし、ここでは切り離しを担当せず降車確認を行えと、めちゃくちゃ複雑で紛らわしいです。まさに南大阪線らしさを詰め込んだスタッフですね。ということで、切り離して化けまくる電車のお話でした。最近個性を失ってきた南大阪線ですが、こういう癖が強い電車はしっかり健在ということが分かり、かなり安心しました。それでは最後に、この電車のダイヤを全部案内放送で行うとどうなるか、阿部延橋駅の放送でシミュレートしてみた音声を流しまして、動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ほなまた。5番乗り場に7時47分発、富田林行き準急が8両編成で参ります。危険ですから黄色い線までお下がりください。途中の停車駅は河内松原、藤井寺と、藤井寺から富田林までの各駅です。なお後ろ4両は途中の古市で切り離し、橿原神宮前行きに変わります。古市駅で切り離した橿原神宮前行き後ろ4両は、橿原神宮前で前2両切り離し、後ろ2両は橿原神宮前から吉野行きに変わります。 A semi-express bound for 富田林 is arriving at track 5.